橋口孝二郎は、日本の元調教師で、日本中央競馬会立党トレーニングセンターに、所属していた。宮崎県北諸方郡三又町出身。宮崎県立宮古の城泉川岡高等学校、九州産業大学卒業。大学卒業後の1969年より、公営、佐賀競馬歴史となり1年ほど騎乗、後に、中央競馬へ展示、調教師となった。 医職の経歴を持つ。1982年に旧社会業。当時としては先進的な調教法であった反路調教で頭角を表し、1990年には JRA 最多勝利調教師となる。1992年に GI 競争を初制覇して、以降、11頭の GI 優勝馬を手掛け、地方競馬、日本国外成績との合算では、 通算戦勝を超える。JRA 機種であった橋口万央は、実定 JRA 長教師の橋口信介は長男。1945年、宮崎県北諸方郡三又町に生まれる。実家はサラブレッドやアラブの生産、育成を手掛けており、橋口も小学校中学年の自分から競馬界の広報士、 有志を小遣いで購読するなどしていた。一方で家族からは、競馬社会に入ることを望まれず、都の城泉川丘高校を経て、九州産業大学小学部へ進んだ。しかし大学在学中に、中央競馬の小倉競馬場へ初めて赴いた際、見知った、地方競馬とは全く異なる、整然とした美しい競馬場の様子に感銘を受けて、騎手を志す。 当初は大学中退も考えたが、両親から高額な私学の学費を出してもらったという義理から、大学には卒業まで席を置いた。当時23歳で、中央競馬の騎手養成所には入れなかったことから、公営、佐賀競馬場で機種見習いとなる。1年の下積みを経て、騎手としてデビューしたが、減量に苦しんだ上、調教で怪我も負い、1年ほどで機種を断念。 1971年3月より、兄が休務員を務めていた、中央競馬へ移り、吉永武史旧社の一員となった。なお、騎手としての腕は、一番下手、左手で、ステッキも持てないぐらい、だったというが、16くらい、の勝利も挙げたという。吉永旧社に移り半年後には、調教助手資格を取得。休務員兼調教助手として、 金牌の優勝馬白山誉れを担当している。白山誉れは、重傷戦線で堅実に入着を続けつつ6歳まで走り、後に、橋口は長教師になるにあたり、ああいう頑丈な馬を育てたいと考えたという。1977年には、関東へ所属を移した弟の万明の代わりとして、松屋朝之助急車移籍。 1980年、通算5度目の受験で調教師試験に合格した。開業を待つ間の1981年に、フランスへ研修に赴き、シャンティ調教場のウッドチップコースで起乗した際、ロバンのクッションの良さに感銘を受けたという。1982年に立党トレーニングセンターで、旧社を開業。同年3月13日、管理場白山連邦で、初出走。 初勝利を挙げた。3年目を迎えた1984年1月、カルストンダンサーで京都牝馬特別を制し、重賞初勝利を挙げる。当年20勝を挙げ、優秀状況史賞を初受賞した。1985年、立東トレーニングセンターにウッドチップを使用した半路コースが設けられると、これを積極的に活用。当初のコースは、 距離が500メートル足らずと短かったことから一時的に使わなくなったが、後に距離が延長されて、再び利用を、始め、1990年には年間45勝を挙げ全国リーディングトレーナーとなり、JRA 賞最多勝利調教師及び優秀技術、調教師を受賞。後に、橋口はこの成績を振り返り、ハンドのチップコースを使ったから、 リーディングが取れたと語っている。これ以降、橋口9社は、ランキング上位の常連となっていく。1992年、管理場、レッツゴーターキンで、天皇賞を制し、開業11年目で、GI 競争初制覇を果たす。これにより、同馬の生産者である、日本最大の牧場、社大ファームからの信頼を勝ち取り、囲碁道場生産の良質場が、 旧車に入り始める。また、かつてはがっしりとした体型のスピード場を好んでいたが、この頃からより長距離で行われるクラシック競争、特に、東京優勝を意識した馬選びを始めた。1996年には、ヤシロ大ファーム生産のダンスインザダークを用して、クラシックに臨み、日本ダービーで一番人気の支持を集めたが、首差の二着と赤杯。 しかし、同馬は秋にクラシック三冠最終戦の菊花賞に優勝し、橋口にクラシックタイトルをもたらした。2003年にはザッツザプレンティで菊花賞を、2004年には鶴丸ボーイで安田記念を制した。両馬はいずれもダンスインザダークサンクであり、特に後者は母、鶴丸ガールも橋口の旧管理馬であった。生産者の浜本康史明がかつて、 橋口と牧場を見て回った際、出生間もないダンスインザダークを橋口がしきりに褒めていたことに印象を残し、牧場に戻った鶴丸ガールに種ボバとなったダンスインザダークを荒廃したという逸話がある。ディープインパクトを破ったハーツクライ。2005年末にはハーツクライでグランプリ競争有馬記念を制覇。これは 単勝1.3倍の一番人気に押されていた無敗のクラシック3冠馬ディープインパクトに初黒星を与えるものであった。翌2006年にはハーツクライトダート GI 競争参照の実績を持つユートピアを要してアラブ首長国連邦で行われるドバイミーティングに臨み前者がドバイシーマクラシックを後者がゴドルフィンマイルを制する。ユートピアは この勝利によって、ドバイ首長、シェイク・モハメドに見染められ、モハメドが率いるゴドルフィンに売却され、橋口の手を離れることになった。またハーツクライは、同年7月29日、欧州最高峰の競争の一つであるキング・ジョージ6世、アンド・クイーン・エリザベス・ステークスに出走。2頭の欧州勢と激しく競り合った末に3着という、結果に終わったが、その内容は、現地 レーシングポストに三頭によるツバゼリアイは、グランディとバスティノが叩き合った75年以来となる、キング・ジョージ史上で最も人々の視線を釘付けにした戦いだったと称えられた。その一方で、橋口は負けたことへの悔しさが半分、思うような状態へ持っていけなかった自分への怒りが、半分と強い介護の念を吐露している。その後、ハーツ・クライは、 競争能力に悪影響を及ぼす疾患である全名症を発症。同年のジャパンカップ競争前に橋口からその事実が公表され、ハーツクライは同競争で10着と敗れた後引退した。評論家の水上学は疾病を事前に公表した橋口について馬券を買うファンに対する情報公開という観点からコースマンとしての英断と評している。その後、 2008年には、スプリンターズ・ステークスを制した、スリープレスナイトが、JRA 賞最優秀短距離場に、2009年には、アサヒハイ・フューチュリティ・ステークスを制した、ローズ・キングダムが、同最優秀2歳母場に選出される。ローズ・キングダムは、翌2010年のクラシック戦線において、赤敗を続けたものの、ジャパンカップにおいて1位入選バブエナビスタの、後着という形で優勝を果たした。 なお、同馬は、ヒーババ、ローザネイを起点とする通称、バラ一族からの GI 初優勝馬である。橋口は、ローザネイの初ゴロゼカラーに始まり、一族のほとんどを手掛けた。ワンアンドオンリー。父の雪辱を果たすと同時に、橋口にダービーのタイトルをもたらした。国内外で、数々の大競争を制した橋口であったが、ホースマンにとって、 最高の栄誉とも言われる東京優秀は勝つことができていなかった。ダービーへは1990年に鶴丸美股王を出走させて以来、ダンス・イン・ザ・ダーク、ハーツ・クライ、リーチ・ザ・クラウン、ローズ・キングダムと4度の2着を記録しており、橋口はダービーについてシルバーコレクターとも言われていた。JRA 調教師の定年70歳まで残り2年。 ダービー出走機会は残り2回と迫った2014年、橋口は、ハーツクライ3区、ワンオンリーを用してダービーに臨む。ダービーにかける橋口の姿は、民放テレビ番組や NHK の朝のニュースなどでも、取り上げられた。かつて、ハーツクライでダービーに臨んだ、横山則弘を安城に迎えた、ワンオンリーは3番人気の支持を受け、最後の直線で1番人気。 イスラボニータとの競り合いを制して優勝。通算20回目で悲願のダービー制覇を果たした橋口は地に足がつかない。気が抜けたようになってしまって、と述べ、祭祀に抱きつかれると涙ぐむ姿も見せた。表彰式においては優勝調教師として橋口の名前がアナウンスされると監修から大歓声が上げられた。2016年2月29日をもって、 平年のため長教師を引退した。生涯成績は8,645,991章、重賞96勝。1985年に、八尾町の権威をかけられ、起乗停止処分となり、干される形となっていた、ベテラン、大崎昭一を積極的に起用したことで知られる。同剣人という良しみがあり、腕も立つ大崎を起用したいと、 かねてより考えていた橋口は、1989年より、旧社所属場の大半を大崎に委ね、1992年には、レッツゴーターキンでの天皇賞制覇に至らしめた。また、大崎は、通算戦勝に近かったことから、橋口ら有志が大崎に戦勝させる会という会を作ったと伝えられたこともあったが、これは橋口が、伏せただしと、 大崎に戦勝をさせてやりたいと話していたことが、拡大解釈されて伝わったものであった。しかし、橋口9社に、新人の高橋良が所属するようになってからは、大崎の気上は減り、大崎自身も1998年に、項膜下結詞を発症したこともあり、1999年に、通算970勝の成績で引退した。また、 2003年夏から、眼病のため長期休養した、上村博之も復帰後から積極的に起用した。休養前の上村は、低迷傾向にあったが、復帰後の2005年には、橋口のほか新たな所属先となった、藤原秀明厩社の校長もあり42勝と、成績を戻し、2008年には橋口厩社の、スリープレスナイトで、スプリンターズステークスを制するに至った。 これは上村にとって、中央 GI40 戦目での初勝利であった。地方競馬出身騎手も徴用した。2003年に、公営、笠松競馬から中央へ移籍した、安藤勝美に、当初所属していた笠松競馬時代から注目し、中央移籍前から積極的に起用。ザッツザプレンティの菊花賞、鶴丸ボーイの安田記念制覇は、安藤の手綱による。さらに、 そのだけ場出身の小牧太氏についても、中央での起乗時には様々に講演をし、2004年の中央遺跡後は多くの管理場を任せ、小牧が旧社の主戦騎手となっていた。小牧による GI 制覇には、ローズキングダムの朝日杯フューチュリティステークスがある。愛嬌意識が非常に強い人物である。管理課から日本ダービーに初出走した鶴丸美又王は、 同じ三た町出身である場所のツールタツトム男と三股町を全国的に宣伝しようと相談して命名したという。また、翌1991年のダービーに出走した鶴丸餅王は、都の城市にある桜の名所、餅王から取られている。管理場が出走するレースの見通しについて慎重な態度を示すことで知られるが、弱気な時の方が結果が良いとも言われ、 泣きの橋口とも呼ばれた。一方、ハーツクライトユートピアでに競争を制した2006年のドバイミーティングにおいては、戦前に報道陣に対して、2回、ウィナーズサークルで会いましょうと話し、有言実行の例も残している。出展、日本中央競馬会公式サイト、調教師名館、橋口光次郎各ページ。記載のない情報には個別に出展を提示。G.I.J. 競争優勝は他重賞競争優勝は書籍雑誌特集記事ありがとうございます。